では私が今日のゲストは同心円のお二人ですと言ったらバチバチバチとかね、あとは声援何度もお願いいたします。いきますよ。今日のゲストはギターロックデュオ同心円のお二人です。では一人ずつ自己紹介お願いします。はい、同心円のリードギターとボーカルを務めております竹内洋平と申します。洋平さんです。はい、どうもみんなの洋平くんですよ。はじめましてって方多いかな。そして、はい、同心円のボーカルアコースティックギター担当してます静岡県御殿場市出身の高橋明です。よろしくお願いします。明さん、おかえり。はい、みんなの明くんですよね。よろしくお願いします。はい、ただいまです。おかえりなさい。プライベートでもサントム来ることあります？サントム、あ、そう、YouTube、そうそう、皆さんね、今日ね、あちらカメラが見えますでしょ、はい、YouTube ライブでこのライブを生配信しています、はい、お家に帰ってからスマホ、パソコンなどでぜひご覧くださいね。帰ってからも見れるんですね。そうです、そうです、ずっと残っていきますのでね、はい、リンクも押してください、お二人も、はい、ね、YouTube でいろいろ頑張ってらっしゃるって、はいね、そうです、はい、はい、よろしくします、はい。いやー久しぶり。久しぶりなんですか？いや、お二人が、お二人が久しぶり。もう今日のメッセージテーマにぴったりの二人組です。ぴったりです。はい。はい、時刻は正午を回りました。石島さわかです。 SBS ラジオラジオイースト AM1404 熱海富士宮 1557 FM は三島 90.1 静岡 93.9 浜松 94.7 メガヘルツでお送りします。寸東郡清水町にありますサントムーン柿田川1階サテライトスタジオリスパから公開生放送です。さあ、そのスタジオを出まして隣にありますセントラルコートの赤いステージの上に私移動してきましたよ。今日のイーストみんなの広場ゲストご紹介いたしましょう。ゲストはギターロックデュオ同心円のお二人です。こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。6年ぶりの登場です。さわちゃん久しぶり。久しぶり。今日のメッセージテーマにぴったりですね。久しぶり来ちゃった。はい、お久しぶりで、お久しぶりでございます。はい、お一人ずつ自己紹介お願いします。はい、私がですね千葉県佐倉市出身同志園のリードギターとボーカルを務めております竹内洋平と申します。洋平さんです。よろしくお願いします。赤いギターですね。赤いです。はい、抱えてます。はい、はい、そして、はい、そしてですねステージをもし見ている方は向かって右側の、はい、ボーカルアコースティックギター担当しています静岡県御殿場市出身の高橋明です。よろしくお願いします。明くん、おかえりなさい。ただいま。黒いアコギが似合ってますね。なんかあの6年ぶりに出演ということで。そうですね。なんだろう、2人ともあの厚みを増した感がありますね。あ、言っちゃった、それ言っちゃいましたね。え、あの人生のだよ。あ、そういうこと。勘違い何の厚み。いきなり勘違いしちゃった。本当になんか久しぶりで、はい、嬉しいです。今日はお会いできて。本当ですよね、はい、僕ら前回の来た時の写真、はい、もしさわちゃんがよければ、はい、後でさ、あの、うん、見せようよ。そうそうそう、あの会場にいる方にぜひぜひ二人がどれだけ若かったか、ね、いや私も含めてだけど、ね、どんだけ厚みを増したかっていうね。人生のね、人生の厚みを、そう、人生の厚みを増した感をちょっとね、はい、会場に来ていただいた方にも見ていただきましょう、はい、もちろん歌声も増しましたよね。そうですね、はい、声量がもう出るようになりました、ね、素晴らしい、はい、ではその6年間分の思いをまず1曲目に込めていただくんですけれども、はい、1曲目どんな曲ですか？簡単に言って、はい、僕ら同志園からの応援ソングです。アキラさんたちからの応援ソングですね。あ、わかりました。タイトルはコブソングになります。コブソング、では歌っていただきましょう。同心円で、はい、コブソング。コブソング大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫？いい？
大丈夫？違ったみたい？大丈夫よ。行きましょうね。もう一回仕切り直します。はい、同心円でコブソング。奥妙に頭を抱え込むのは思い通りにあいつが動いてくれないからだろう。自分の理想に行こうとすればするほどどこまでも悩みのコブは大きくなる。誰だって正しくあろうとして自分なりの正義掲げて生きている。いろんな背景があってそれぞれの立場もあるような時に必要さ折れるのも目に見えてるものだけを知ろうとするんじゃなくて手に取れないものを愛しく思ってきっと大事な人たちは探すんじゃなくて知らぬ間にぬくもりに触れてるもの。まぶた閉じれば浮かんでくる笑顔あなたへ Have a nice day。 ありがとう。生まれてすぐに運命なんて決まってる。諦めにも似た決めつけはやめた方がいい。やるもやらないもとどのつまり自分次第って思い出す。頭の中にありと気にぎりす。我れど中南に気に聞こえる声だけを頼るんじゃなくて心に響く言葉を噛みしめてみよう。きっと大事な場面でこそそれが生きてくって知らぬ間に体に染み込んでるもの。拳掲げ頑張ってる自分へ小さなご褒美を甘いものお酒豪華に旅行でもどう。七点バトが人生だそうやって笑っちゃえばいいさ。気負わずに行こう。目に見えてるものだけを知ろうとするんじゃなくて手に取れないものほど愛おしく思って。きっと大事な人たちが探すんじゃなくて知らぬ間にぬくもりに触れてるもの。まぶた閉じれば浮かんでくる Have a nice day。 未来のため今も鼓舞し続けてるあなたへ I wish happiness。 Thank you。 どうもありがとう。
とうございます。ありがとうございます。同心円でコブソングでした。ちょっとね、機械のトラブルがあったりしてすいませんでした。陽介君、すいません、すいません。この、曲は今年リリースされた、はい、シングルの中に入ってるんですって。そうなんです、そうなんです。陽介君、はい、教えてください。陽平君、陽平、ごめん、陽介って言った、はい、陽平君です。今スルーしようとしましたけど、ごめん、ごめん、はい。同心円、はい、ニューシングル、はい、恋とエルゴスムを、来たる6月10日に発売いたしました。うぇー、ありがとうございます。待って、今聞き取れなかった。恋とエルゴスム、皆さんご存知ですかね。いや、なかなか知らないよね。どこの美味しいものですかね、これは。そう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 、そこのね、お茶屋さんのうつ茶とのね、本当に美味しいやつがコーヒーとエルゴスムって絶対違うよ。長いな、振りが。え、どういう意味合いなんですか。はい、もともと哲学者のデカルトっていう、はい、人の言葉で、我を思うゆえに、我ありというね、意味で、放った言葉なんですけれども、はい、そのデカルトさんがね、本当に落ち込んでて、もうどうしよう人生みたいな思った時に、はい、この言葉がね、うん、出てきたそうなんですよ。へー。だから僕らのニューシングルの、うん、2曲、今聴いてもらったコブソングもそうですし、うん、もう1曲、藍色という曲も入ってるんですけども、はい、そちらもですね、前向きになれるメッセージがたくさん詰まっておりますので、うん、ぜひですね、CD 配信等々、今日もね、うん、サントムーンで、はい、売っておりますし、はい、ぜひ iTunes とかでもダウンロードできますので、歌詞なども噛み締めながらね、本当に聴いてもらえるとすごく元気になるんじゃないかなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんだ、配信でも買えるんですね。コギとエルゴスム、はい、カタカナで検索すればいいかな。そうですね、はい、そうですね。デカルトさんが出てきちゃうと思う。ああ、同心円ね。同じ心の円と書いて同心円も ね、入れていただいて、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、あきらさん、御殿橋出身ということで、はい、地元でのライブの予定はあるんですか。それがね、うん、あるんですよ。あさって、あさって、はい、うん、祝日の月曜日ね、ちょっとね、天気が心配なんですけど、はい、もう台風は行った後ですから大丈夫だと思いますよ。大丈夫ですか、うんうん、もうじゃあ暑いですね。うん、そう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 、暑いですね。うん、明後日の8日、はい、ね、御殿場駅の目の前でですね、御殿場線祭りというお祭りが朝からやってますので、はい、僕らはね、昼の12時から、お、今日と同じぐらいの時間からですね、歌を届けますので、はい、ぜひぜひ、うん、来てください。ね、フリーライブですもんね。そうなんです。そうです。すごい、地元で歌うこと自体の、ああ、拍手が、拍手が、あらららららら、どうもありがとうございます。皆さん、地元で歌うのも久しぶりじゃないですか。そうなんですよ。御殿場線祭りも久しぶりなんですよ。で、サマちゃんに会ったのも久しぶりなんですよ。そうですよね。ね、今ね、新しい試みとして6年前には多分やってなかったと思うんですけれども、はいはい、YouTube に2人は力を入れてらっしゃる。そうなんです。僕らもね、うん、最近、はい、チャンネルをちゃんと持ちまして、はい、カバー曲だったり、うん、僕らの昔の曲も新しい曲もちょっとずつちょっとずつこう貯めてって、はい、みんなに見てもらおうかなっていうのをようやく始めました。いいんですよ、いいんです、始めたんですが、はい、皆さんじゃあ同心円でね、検索をして。そうです、そうなんです。やっぱね、はい、ライブっていうのはすごい楽しいと思うんです、うん、でも皆さんいろいろな都合があるじゃないですか。そうですよ、見に来るっていうのもね、都心がだって中心でしょ、活動の。そうなんですよ、うん、やっぱ久しぶりに同心円来ちゃうんで、やっぱこう、ね、うんはい、うん、そういうことになっちゃうんで、うん、毎日でも会えるように、はい、YouTube にね、うん、のけていきますので、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そういうということで2曲目歌っていただくのは、はい、明日の、明後日の、はい、御殿場線祭りで久しぶりに御殿場に戻ってくるということで、はい、久しぶりにご当地ソングをお送りしたいなと思ってます。はい、御殿場のご当地ソング、みくりやそばというものがあるんですけど、こちらにちなんだ歌を1曲、ギターのみで、はい、ギターと歌のみでお届けしたいなと思っております。はい、タイトルはみくりやそばの歌。まんまやん、うん、まんま。同心円でみくりやそばの歌お願いします。みくりやそばでおもてなし、ずっとあなたのそばで振る舞いたいの。ようこそ富士のふもとへ、ここが御殿場シティ、マーベラスシティ。歴史ある伝統料理を一度お試しあれ。伝統料理って何だ。山芋をつなぎに使えば香り引き立ち、
あお腹空いてきたな。この町自慢のアジサー御殿場みくりやそば食べたいな。みくりやそばでおもてなし、ずっとあなたのそばで振る舞いたいの。もしも忘れられずに恋しくなったらまた来てね。みくり屋の旅はそばで飾らせて。おかえり。みくり屋そばでおもてなし、ずっとあなたのそばで振る舞いたいの。もしも忘れられずに恋しくなったらいつでも来てね。みくり屋の旅をそばで飾らせて、御殿場みくり屋そば。 Thank you! Thank you! ありがとう。ありがとうございました。